TBS ラジオ伊集院光とラジオと高野秀幸と、おはようございます。今日は世界の未知と謎を語りにやってまいりました。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。今日のゲスト、ノンフィクション作家の高野秀幸さん。はい、僕52歳で高野さん53歳ですから、ほぼほぼ同年代なんですけど、うん、誰も行かないとこに行って、はい、誰もやらないことをやって、はい、それを面白おかしく書くというのがモットーな。基本ラインとしては僕も誰もやんないようなことをやって面白おかしく喋る商売ではあるんですけど、スケールが違うんだよね。とんでもないとこ行ってとんでもない体験してくるんですけども、今日はね、喋り出しは簡単ですよ。初めましてですけど、はい、なんでっていう、なんでっていうのをちょっとね、お聞きしていきたいと思います。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、高野秀幸さんは1966年生まれ、東京都出身の53歳。早稲田大学在学中の1989年、探検部での活動を記録した幻の怪獣ムベンベを追えでデビュー。以来、誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり、それを面白おかしく書くをモットーとし、西南シルクロードは密林に消える、イスラム飲酒機構、未来国家ブータンなど数々の作品を発表してきました。2013年には謎の独立国家ソマリランドで講談社ノンフィクション賞を受賞。現在も精力的に世界の秘境を目指して冒険を続けるノンフィクション作家の高野秀幸さんが本日のゲストです。ということで、スタジオに高野秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、なんでなんか、人の知らないことを見てみたりとか、面白そうなことを見聞きしてきて、はい、僕は、その、面白くして喋りたいんですけど、はい。で、根幹は似てると思うんですよ。そうですね。とんでもないとこ行きますよ、ね。今まで行った、すげえとこどこですか？すげえとこ。あ、一番す、うん、ここが一番す、どんな切り口のすげえでもいいです。高野さんもすごかったな、あそこっていう。やっぱりアフリカの東部にあるソマリア。ソマリア、はい、はい、はい。あそこはすごかったですね。ソマリアも5本書かれてますもんね。そうですね。ソマリアはそもそも何をしようと思って行ったんですか？ソマリアはその中に、まあ、ずーっともう内戦何十年もやってるんですけども、はいはい、無政府状態に一時期なってました。で、その時に、その中に謎の独立国家があると、ソマリランドという。はい。無政府状態の中に、国の中に独立国家があって、そこは民主主義で運営されているっていうんですよね。うん、なんか、もうソマリアって、もう多分僕カタカナとしか理解してなくて、で、おそらく何か揉め事が起こり続けるニュースのワードとして出てくるところから漠然としたもので、具体的な頭の中一つも浮かんでないのに、その中にソマリランド。うん、いや、ある。うん。僕も同じですよ。はい、僕もそういう、カタカナの中になんかわけのわからない。さらにわけのわからないことが起きていると。はい。どんなとこなんですか？いや、それは、まあ、一部に、の人たちが、うん、まあ、まあ、立ち上がってというか集まって、話し合いを重ねていって、武装解除して、で、国を作っちゃったんですね、ソマリランドっていう、国内国を。で、未承認なんですけれども、で、そこでは、民主主義、複数政党制の民主主義国家を運営して、ちゃんと政権交代も行ってっていう、すごい。人数としてはどれぐらいの単位なんですか？人数としては、人口300万人ぐらいいます。あ、そうなんですか。で、国連の介入を拒否してやってるんですよね。
え、それ、だある意味認めてもらえなくて結構だってことです。いや、そうですね。へぇー。うちはソマリアと違うんだって言って。へぇー。ソマリアは国連が介入しても全然良くならないわけですよ。はい、はい、はい。ソマリランドの方は国連介入拒否して、はい、もう俺たちは勝手にやるんだって言って。それはなんとなくそのものがあるらしいってなるじゃないですか。どれぐらい具体的になったら行動始まるんですか。いや、まあ、なんだかわかんないんで、調べても。まあ、それ行くしかないですよね。すごい。いや、その表情特徴で、相当大雑把に行くな、この人っていうイメージはできましたけど。だって行ってみるしかないじゃないですか、ね。ないですよね、うん。で、そこでどう面白かったかみたいことなんて、後でわかることですもんね。あ、そうですね。そこがどう、うん、少なくとも匂いはプンプンするじゃないかって言って、行ってみたところで、うん、その切り口がどうなるかなんて、うん、先に決めてったら、全然面白くないですね、うん。面白くないですね。へー。わからないから面白い。どんなトラブルあるんですか、少なくともそのソマリア、ソマリランドでは。ソマリランドでは、まあまあ、ねえ、いろんなトラブルありますけど、まあまず、トラブル以外がなさそうですよね。人がね、日本人からかけ離れてて、はい、ものすごくせっかちで荒っぽいんですよね。はい、なので、まあ、その人たちと、こう、ついていくのが、まあ、まず大変であるっていうのと、はいはい、それから、ソマリランドではない方は、内戦やってますから、うん、普通に命の危険があります。あ、そうですね。で、まあ僕が行った時には海賊がもうバンバンいた時だったんで、護衛をつけとかないと、はい、いられないわけですよね、うんうん。で、もし護衛なかったらどうなるのって聞いたら、うん、お前は5分と立ってられないだろうって言われた。うん、でそれがリアルなんでしょ？だからその言われる感じで脅しでも何でもなくて、だろうなって思うところなんでしょうね。まあそうですよね。で、ついてる護衛っていうの人たちが、海賊っていうか、その、拉致する人たちと変わらないんですよ。うん。まあ、そうですよ。それが、俺たちは海賊って言うとあまりに離れてるから、うん、その、ルフィとか、うん、カリブのとか、あれになるんですよ。はい、うん。そうじゃないですよね。違うんですよ。金出して雇ってると、金出して雇ってる人のために何でもする人たちがいるわけですよね。はい、はい、はい。で、僕らが雇ってるセキュリティっていうのは、はい、もしかしたら他の人が雇うと、拉致する方に回ったりするわけですよね。なるほど、なるほど。はい、要は、強盗とかそういうことですもんね。それが、その海にいるからそういう海賊って感じですか。まあ、海にもいるし、陸地にもいるわけですよね。陸地にも海賊いるんですか？陸地はまあ、もうややこしいわ。山賊ですかね。もう呼び方だけで、要は賊ですもんね、じゃあ。賊が海にいりゃ海賊だし、その賊が、ええ、そのあの輩が陸にいりゃ山賊なんですもんね。そうですね。で、それがこう、なんか政治的な意味を何か真ん中スローガン上げていくとまた違うものにもなるだろうし、ね、っていうことですか。まずそもそもから聞きたいんですけど、はい、そもそもなんかこういうことに目覚め始めるのはいつ頃からなんですか、ええ、目覚めたのは、多分伊集院さんなんかも同じだと思いますよ。要するに子供の時に、はい、謎とか、はいね、未知とかって好きだったでしょ、冒険とか探検とか。だわ、その秘境とか、ね、とんでもないそのなんでしょうね、その民族がいるんだとか、ね、雪男だとか、そういうやつ。好きでしたね、好きでしたね。だ僕はそういうのずっと好きで、はい、ずっとずっと好きで、はい、でもみんな途中からどんどんそこから離脱していって、はい、まあ卒業っていうのかわかんないけども、まあ僕はそれを離脱せずに、留年したんですね、そこ。永遠に留年し続けているんですね。だって、ご長所のリストを見たら、厳重無弁部を終えっていうのがあって、はい、これまさに僕らの世代はすごい胸熱くした、川口博さんのやつだったかな、探検隊のやつで、モケレ無弁部。なんかそれを見に行くみたいなのあって、その無弁部ですよね。無弁部は多分やってないと思うんですけども、あそうなんか怪獣バーゴンとか、なんか、ありましたよね。ありました、ありました。来てましたね。そういうやつですよね、この無弁部。行きましたか？行きましたね。その俺からしてみたら途中で卒業組って、まああれはあれで、そのテレビのエンターテインメントなんだしっていうことなんですけど、うん、でもその芯にはちょっと何かがあるじゃないですか。その何かを見に行っちゃうんですか？いや、僕は川口博士探検隊が、はいはい、ガチだと思ってましたから。何歳ぐらいまでですか？いや、大学入って探検部に入るまでですね。大学探検部なんですか？探検部なんですね。は、どのあたりから、これも難しいんですよね。なんか、ガチじゃないとか、ゼロじゃないけど、随分こう演出はするじゃないですか。
かぐちひろしですか。かぐちひろし。いや、僕はそれ知らなかったんですよね。今の感覚。あ、今の感覚。はい。いや、あれはまあ演出だと思ってますけど。で、はい、はい。で、もうあれを信じて動き出すわけですか。いや、それで探検部に入って、先輩に熱く語ってたら、はいはい、お前あれはやらせだろうって言われて、はい、すごいショック受けたんですけども。大学生の時に。そう。もう嘘だろっていう。そう。もう探検部入っちゃったのに。なるほど。まあでもね、まああれが演出だとしても、自分はそれをね、ガチでやればいいんだと思ったんですよね。ショックがすごそうだな。自分がもうある程度大人になってから、王選手のホームランって全部合成フィルムですよって言われたみたいな。嘘でしょ、野球部入りましたけどっていう感じの。でも、本当見に行きゃいいじゃん。本当に俺が冒険すればいいじゃんってなるわけですね。うんうん、そうですね。最初の、なんか自分で思う最初の冒険なんですか、うん、そういう意味での冒険。ここに行きました。まあ、無弁米です。無弁米。無弁米は、どこに行くぞ、無弁米を探しに。アフリカのコンゴ。っていう、はい、まあ、ジャングルがあるんですけども、はいはい、その中に湖がぽっかりありまして、はい、まあ、そこにいると言われてましたね。はい、はい。で、どんなのがいるって言われて、ムベンベ、その最初の状態では。最初よく言われてたのは、ネスコのネッシーみたいな。いると。うん、いると。首が長くて、10メートル以上あるようなっていう、うん、で、目撃談とかあって、うんうん、で、まあ、地元の人たちも見てるし、で、探検隊がアメリカやイギリスから、うん、行ってて、でも、やっぱり目撃している人がいると。はい、はい。ワクワクしますよね。いや、しますよね、それは。はい、どうなっていくんですか、それが。まあ、実際、まあ、行ってみますよね。行きますよね。まあ、すごい苦労して行って、はいはい、で、大人数で行くんですけれども、まあ、出てこないんですよね。はい、はい。で、ずっと見てんですけど、はい、出てこない。で、はい、そのうち、その湖が、すごく浅いっていうことが判明して、はい。あ、一番深いところでも2メートルぐらいって。あっさ、あれすごい衝撃でしたね。あれ無弁弁の尺が難しくなってきますね。ねえ。頑張んないと背中が出ちゃいますもんね、無弁弁。見えちゃう、見えちゃう。はい。うん、ね、どういう形状の生き物なのかなっていうね、巨大生物としても。無弁弁を修正していかなきゃいけないですもんね。下下のやつ、そう。下下のやつでどれぐらいでかさ稼げるかになってきますよね。はい、そう、平べったいとか細長いとかね、はい、こう、だんだん苦しんできますよね。でも、それやった結果、ムベンベ今日の図鑑にまだ載ってないってことは、まあ、見っからない、ね。そうですね。ですよね。僕が、いつも言ってることなんですけど、うん、その未確認動物っていうのは、何しろ未確認なんで、うん、はい、その謎なんですよね。謎です。だから、その正体を知りたいわけですよ。はい、はい。その、恐竜を見つけたいというのではなくて、それは一体何なのか、それが分かれば僕は納得するんですね。なんか、そういう、例えば、恐竜が出るって言われたところに、それに見間違えるようなものがあってくれれば、うん、これをみんな言っちゃったんだなと思うんだろうし、うんうん、それは自然現象でもいいんだけど、それを、現地行って自分で納得してくるのは大切じゃないですか。そうです。人が、なんか説で、非常の空論で、そういうのに似てる気象の現象あるよって言われても、それは無理ですよね、諦めろって言われたって。だけど、行けば。うん。そうですね。自分で確かめられますからね。すると全然違うっていうことはね。わかりますよね。それは、その、無弁弁は、高野山説では何になったんですか？いやー、全然わかんないですね。何の、向こう行ってみたら、もう姿、形、全然、ない。わからない。ただし、はい、僕はもうそこ3回も行って、はいはい、で、その湖と周辺、くまなく、こう、探して回ったんですけども、分かったのは、その辺、まあ、コンゴっていろんな民族がモザイク状に住んでるところなんですよね。で、なぜか、ボミタバ族っていう民族がいて、その民族の場所にだけムベンベっていうのは見られるっていうんですよ。はい。他の民族のとこ行くと、いや、うちにはいないって言うんですよね。うん。と、あれはボミタバの人しか見えないとか、うん、ボミタバのところにしかないんだって言うんですよ。うん。ということは、似たような環境なわけですよね。似たような環境で、ボミタバの人にしか見えないっ
ていうことは、やっぱりそれは生物学的なものっていうよりかは文化的なものである可能性が高い。面白いわ。でも僕はそこにロマンを感じるのは、うん、そのボミタバの上の方のじいさんに一人とんでもない面白い話するやついたんじゃねえかなみたいな。これは十分いいんですよ。あの、本当はすっ転んで自分の取ってきた魚全部逃がしただけのやつが、うん、無便秘を作り出した可能性があるから。びっくりしてね、うん。そんなことが僕は、うん、そういうことじゃんっていう。無便秘がこれで、そのおじさんさえいてくれれば、無便秘がいないって話じゃないじゃないですか、うん、もはや。そうですね。それが無便秘だからっていう、うんうん、なんか、それはすごい思うんだよな。それを多分、今だと、念入りに調べすぎて、うん、どうやら水深が2メートルじゃないかって言ったら、行かないっていう。うんうんうん、そうですね。すっごいつまんないですよね。まあ僕も最初から2メートルって分かってたら、はい、どうか分からないですけどね。もっと調べすぎちゃった上に2メートルをキャッチしちゃって行かないだと思うんですよ。そうですね。で、そうなんですよね。そこもわざとわからないは違いますもんね。違いますよね。すごいな。でもそんな中で今笑って話してますけど、行くとこが海外だしとんでもないところだから危険な目合いますでしょ。合いますね。たまにですけどね。ごく。どんな目合いました今までだと。まあ今までだと病気でマラリアな2回になってんですよ。2回。でまあ1回はあのコンゴ行った時で。はい、で、二回目は、ミャンマーの、あの、和州っていう、まあ、ゴールデントライアングル。はい。あの、麻薬の生産地として有名なところに行って、はいはいはい、まあ、そこに住み込んでたんですけども。よそ者の入れなそうなイメージですけど、僕らの中では。あの、まあ、行けないとこなんですけど、はい、そこは、まあ、ゲリラの支配区で、はい、で、まあ、ゲリラの、こう、ボスと、コネを作って、はい、で、交渉して、まあ、入れてもらって。いさせてと。はい、その、麻薬って、まあ、消しを栽培するんですよね、はい。で、そこからアヘンを作るんですけども、はい、それを全部自分で、全家庭やってみたいって、こう、アピールして、はい、で、まあ、行ってやってたんですけどね。やってたんですけどね。ちょっとじゃグリーンカレーを本場で作ったんですけどね、のトーンで言われてもですよ、うん、あ、それがこの本だ。アヘン王国潜入記だ。あ、そうですね。すげえな。パンチのある写真なら、そういう僕らがまず目にすることのない綺麗なお花畑のところに、機関銃を背に3人立ってる絵じゃないですか。ニコニコしてね。ニコニコして撮ってる絵じゃないですか。友達ですからね。でもこれも、だってそうやってまあ最初、こいつはまあそういうなんだか好奇心旺盛な日本から遠くから来た変なやつと受け入れてもらえるじゃないですか、はい、うん。何か疑われたら終わりじゃないですか。まあ疑うっていうよりかは、何言ってもわかんないんで、うん、日本から来たって言っても日本ってわからないし、はいはい、まあそもそもなんだかわからない人っていうね。まあ向こうからじゃなんだかわからなくて、とりあえずその向こうからの嗅覚からすると危険ではない人で。あ、そうですね。バカだけど無害っていうのと思われるのが僕の基本ですよ、ね、基本スタンスですね。大事なんですよ。僕ら取材するときにいつも思うんだけど、本当に自分はもうバカになりきるべきだし、バカなふりして聞いてみるってよく言うんですけど、うんうん、でもそういうことですよね。まあそうなんですよ。実際そうだしね。ちょっとこの後は新刊のお話を伺いますけど、これもなぜっていう、なぜそれを探しにそっち行くって話なんですが、一度 CM を挟みます。高野秀幸さんです。伊集院光とラジオと高野秀幸と納豆と。改めまして、今朝のゲストはノンフィクション作家の高野秀幸さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、もうこの道がどこからかわかりませんけど、こういうこと始めて何年ですか。例えばもう書くようになって何年ですか。30年ですね。30筋金入ってますね。30年はすごいな。バカです。なんか思うんですけどね、テレビでこういう番組あるじゃないですか、はい、でかなり一生懸命やってはいるものの、計画段階を一生懸命やりすぎちゃうじゃないですか、うん、そうするとなんか、まあ、もちろんそれはタレントの安全を考えてくれたりはするんですけど、うんうん、そうするとなんかこう計画でしたシミュレーションを踏んでいくみたいなことになっちゃうじゃないですか、うん、それはちょっとワクワクしませんね、なんかね。全然面白くないですね。なんだかわかんないとかやっぱ言って、うん、そうですね、わかんないところを手探りで言って分かるようになる過程が面白いですよね。ねえ、
なんかその著書のリストをね、その高野秀幸さんが今まで書かれた本で、はい、例えばアマゾンで今買えるものみたいなずらっと見てみたら中にね、はい、僕が一番こうグッときたやつ、はい、間違う力っていう本なんですけど間違う力です間違う力です。まあ、まあ僕はあまりにもよく間違えてるんで、はい、ね。で、まあ、それをもう肯定的に捉えようと。はい、まあね、一番面白いのは、自分の外に出ることだと思うんですよ。はい、なんかこう、自分の動きを縛るのは、なんか世間とかでもなくて、はい、自分なんですね。自分の常識とか、自分の思い込みっていうものが、湧くっていうのが一番こう、縛るんですよ。だからそこから間違えるってことは、そこからつい外へ出てしまう。それがすごく重要なんじゃないか。で、それが、あざとい計算しちゃうと、間違えようと思うってことは、そこで起こるのは間違いじゃないじゃないですか。それはまあ自分の枠の中なんですよ、ね。この間違いなら許されるだろうみたいな保険の中での間違いは、間違いじゃないですよ。違うんですよ。ただ、本物の間違いは命に関わったり、ね、タレント生命に関わったり、いろんなことに関わりますけど。間違っちゃうんですよ。いや、でもなんかその間違う力っていうのを僕が、まあ、日に日に学んでいきますけど、この前に座ってる安田美香っていう人のおかげで、すごい加速して学びましたよ。え、アシスタントとしては安田さん、はい、間違ってると思います。いつなんだけど、別にそれを予定調和でやるんなら、はいはい、AI のアシスタントがいればいいことで、で、それはこっち側が AI が認識しやすいように喋るから始まって、なんだかとてもつまらないものになりますもんね。さあ、そんな中、最新刊のお話を。はい。間違えないように、ここお願いします。ここだけは間違えないようにお願いします。はい。はい、高野秀幸さんが、アフリカ辺境の地で、究極の納豆を追い求めた本、幻のアフリカ納豆を追え、そして現れたサピエンス納豆が、先月の27日に、新潮社から出版されました。ここ数行読んだだけで、もう謎の言葉だらけじゃないですか。まず、なんつうんですかね、究極の納豆を探そうと思ったら、水戸に行くべきですね、まず。水戸も行きました。水戸はとっとと行ったわけですね。行きました。とっとと行って、その先に突き抜けていっちゃったんですね。で、結果的にサピエンス納豆ってなんだよって話なんですけど。なんかこれ、納豆は、世界中に結構あるんですよね、謎の。そうですね。ここまで納豆っていうか分かんないけど。まあ、お隣の韓国とか朝鮮半島にもありますし、はいはい、それから東南アジアからヒマラヤにかけての地域にもありますし、でも、世界最大の納豆地帯は西アフリカなんですよ。まさかの。アフリカですよ。アフリカ。アフリカですか。うん、行く。行った。行きました。へ、あるんですよ、本当に。まあ、本の全部言っちゃダメだけどさ、うん、はい、一応安田見たからさ、安田から印象的なところは、はい、どういうところ、感想。まず本当に高野さんの納豆への情熱が、どうかしてるどうかしないと西アフリカ行かないんだよね。水戸の納豆を全部種類食べてるだけだって人生終わったりするぐらいある。ね、いや、まずナイジェリアに取材に行かれるんですよね。はいはい、で、そのナイジェリアもイスラム過激派がすごく活性化してる危険な地域ということで、そうですね、武装警官にこうついてもらいながら、でも高野さん本当になんか楽しそうなんですよね。それどれぐらい なんですかね、そのね、さっき言った間違いの話にも通じると思うんですけど、やばい美味しいのバランスってどうなんですか、自分の中で。これはやばいことになってるぞ、うん、まずいことになってるぞっていうことと、うん、これをみんなに書いて知らせたいっていうことの、うん、頭の中でのバランスってどうなってるんですか、うん、それはもう、ねえ、その、行きたいっていう気持ちがどれだけ強いかってことですよね。はいはい、そんなに、はい、まあ、そこそこ行きたいぐらいだったらリスクなんか絶対犯さないんですけども、はいはい、これどうしても行きたいと思ったら、多少のリスクを犯すっていう。これね、誰に言ってもなかなか分かってもらえないんですけど、その揉め事に巻き込まれた話ってとても面白くみんな聞いてくれるじゃないですか、はい、でも巻き込まれに行こうっていうことでは絶対ないじゃないですか。違いますよ、違いますよ。絶対揉め事ない方がいいですよね、絶対ない方がいいですよ、ね、いや、そうですよ、安全第一ですよ。なのに途中からなんつうのかな、つまんなくなってくっていうか、起きてたところで俺面白く生き抜けるのにみたいな感じっていうのかな、うん、自分なんかそのラジオのことやってると、
とんでもないことに巻き込まれない、うん、予定通りの旅になっちゃった時の、うん、今度安心と同時に襲ってくる不安みたいのがあるんですよ、うん、それはもうなんていうか芸人っていうかこういう仕事やってる人ならではの感覚で、もう病気ですよね。そうですね二刀流なんだよなんか安心とつまらないとか、うん、不安とワクワクみたいなやつが、うん、普通の人は別に湧くもんだと思うんですけど、うん、完全同時に湧くじゃないですか、はいはいはい、あの感じだなぁ。納豆を食べた納豆の中でこれは納豆とは言えないみたいなもん出会うでしょ、きっと。ありますね。そういうのも、なんだ、それは例えばどことかですか？どこ？ブルキナファソっていう、まあ、内陸の国があって。これ俺、カタカナでしか聞いたことない。全然、はい、想像できない。で、そこに、ハイビスカス納豆って僕は名付けたやつがあるんですけど。面白いね。ネーミングが面白いですよ、高田さんが。それ、ね、名付けてるとき楽しいですよね。コーヒーのっていうのがありますよ。自分の新ジャンルみたいな、自分の発明ですからね。ハイビスカス納豆。いや、本当ね、それ、ハイビスカスの種から作るんですよ。はあ、はあ、大豆じゃねえんだ。もう豆ですらないんですよ。うわ、すげえ、すげえ、面白い。で、それから、まあ、納豆菌で発酵させて作るんですけれども、できたものは土みたいな感じなんですよね。で、これが納豆みたいな、すっごく腑に落ちないんだけども、はい、匂いを嗅いでみると、ハイビスカスティーと納豆の味がするんですよ。納豆の匂いがするんですよ。はあ、俺すごいもう聞いてたけど、この本面白いに決まってると思っちゃって。絶対もうこれこの番組生放送終わったとこから読み始めますもん。そう、身近なね、納豆がね。いっぱいツッコミとこあんじゃん。植物の種を納豆菌で腐らせたやつは、はい、土ですよ。みたいじゃなくて、それはよっと納豆か土かって言えば、土の方に近いやつですよ。でも味はハイビスカスと、納豆の風味のやつ。そう、マリアージュっていうのか、ごえつどうしゅっていうのか。そうすると自分の中での納豆感も変えられていくわけですね。ああ、もう納豆感もぐらぐらもうね、崩壊してきますね。大豆じゃなきゃいけないなんてことはもう水戸を飛び立つ時に捨ててたと。だけど豆じゃなくてもいい。豆とは何だって話になってくるし。へえ、面白い。こちら、なぞっておきますけど、私は絶対、もう、すぐ読みます。幻のアフリカ納豆を終え、そして現れた、サピエンス納豆。もサピエンス納豆も聞かないことですが、サピエンス納豆には自分で本を読んでちゃんとたどり着きますから、先月の27日、新潮社から出版されております、ということです。はい、そしてさらに納豆では、はい、謎のアジア納豆、そして帰ってきた日本納豆も同じく新潮社から好評発売中です。うん、次狙って、ってるものとかちょっとピクッときてるもん何ですか？ああ、今もう準備して今度やろうと思ってるのが、はい、イラクの湿地帯で船旅をするっていうやつなんですけど。ほうほう、イラクの湿地帯。イラクって言ったら砂漠のイメージじゃないですか。そうですよ、はい。でも実はチグリスユーフラテス川っていうほらメソポタミア文明に習いましたね。あれが氾濫するどのコーナー、あれが流れてるのはイラクなんですよ。へー。で、そのチグリス・ユーフラテス川の合流地点に、はい、もう広大な湿地帯があって、東京都と同じぐらいの湿地帯があるんですよ。はい。で、そこにアラブ人なのに水の民がいるんですね。俺たちの勝手な偏見ではありえないですね、うん、砂漠の民がいるのはわかるけど、うん、はい、水の民が。で、ボートに乗って移動して、で、水牛飼って暮らしてるっていう人たちがいるんです。へー。浮島みたいなとこ住んでるんですね。で、実際行くと何か独特のものがあるでしょうね。うん、もう2回行ってますけども。あ、もう行ってるんだ。はい、そう、船旅をしたいと思ってて。はい。で、ここは船旅にうってつけだと思ったんですね。はい、はい。で、船も地元の船大工に頼んで作ってもらって。で、本当は今年の4月に行って旅する予定だったのが、まあ、そうか、コロナで行けなくなってしまったんで、はい、まあ、その準備待ってるってことですね。これって、なんか、すごく知りたいのは、はい、最初の予定でそれを見に行くと思うじゃないですか。でも結果的に何が起こるか分からなくて、はい、出来上がる本のタイトルみたいなものは全然変わってったりするんですか？そういう時もありますけど、今回ははっきりしてて、イラク水湖伝っていうんですよ。へっていうのは、そこの湿地帯っていうのは、戦争に負けたものとか、マイノリティとか、はい、反政府の人たちの逃げ場所なんですね。なるほど。で、そこで独自の、ルールっていうか、掟を作って生きている。ただ、外に対しては犯罪的であったり、反政府的である人たちの集まりっていうのは、そういうのも5000年やってる人たちなんです。うわ、なんかこう、
最後の締めの言葉としてね、どうぞお気をつけてっていうのもちょっと違うんですよ、僕の中で。ね、あの、いっぱいひどい目に遭ってほしいです。でも、あの、静観して本が読みたいです。で、本が読みたいのと、また、その、お会いしたいです。だから、あの、適度にひどい目に。ちゃんと生きて帰って、ね、あの、本が書けるぐらいのね。もうなんかね、世の中で一番わかりやすい命あっての物種の人ですよね。うん、逆にそれ以外は、ある意味、うんうん、全部面白くしそうですね、うん。そうですね。プライベートの夢とかないんですか？こういうことしたい。あの、プライベートって、これプライベートって、プライベートですからね。そうなんですよ。プライベートなんです。プライベート、そこすごい大切で、うん、別に僕ネタ作りのために旅に行ってるわけじゃないですから。別にこれ公でも何でもないですから、ね。はい。これも勝手に君らが盗聴して流しちゃってるだけだから。このおしゃべりとかもほぼほぼプライベートみたいなもんですからね。ぜひぜひ、はい、あの、無事でお帰りになって、またぜひいろんなお話聞かせてください。ありがとうございます。坂野秀幸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。